信頼できる情報で解説。リゼロ、気がかりな7囚人のおすすめモードとは？よいしょ。皆さん、こんにちは。のです。今回は、注目のパチンコ台、リゼロ気がかりについてお話しします。特に、7囚人のおすすめモードについて解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。まず、リゼロ気がかりのチャンスタイムが発生したとき、モード選択は非常に重要です。何がおすすめか悩む方も多いことでしょう。鮮度感モードは高確率でアシスタイムに突入しやすく、レンチャンの期待が高まります。また、ボーナス終了後の期待値も高いため、大きなメリットがあります。次に、木モードです。このモードは、叩くタイムによるレンチャンが期待できます。突入時のメダル増加量が多く、高額獲得の可能性も高くなります。中は、目押しによる押し順の優勢が求められることも覚えておきましょう。さらに、突破モードも魅力的です。最大の特徴は、突入の期待値が高いことです。魔法石の出現確率も高めで、太陽獲得のチャンスも増えます。以上のおすすめモードをご紹介しましたが、どのモードが一番適しているかは、プレイヤーの好みや確率による偏りも。あります。自分のプレイスタイルや目標を考慮しながら、モード選択を行うことが大切です。皆さんから寄せられたコメントもご紹介しましょう。自分は鬼モードが好きです。7連チャンが楽しいですし、高額獲得の期待もありますよね。一発するマスター、太郎さん。鮮度感モードがおすすめです。に突入した時のワクワク感がたまりません！一発する初心者の桜さん。突破モードで魔法石を獲得したことがあります。思わずお喜びしました。イーゼロファンのパチスロ大好きゆきさん。今回は、イーゼロ気がかりの7囚人のおすすめモードについて解説しました。皆さんが一番楽しめるモードを選んで、大量出玉を目指しましょう。信頼できる正確な情報をお届けするでした。次回もお楽しみに！動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。